木村拓也、松本淳、平野耀、愛演家ジャニーズ大量発生はジャニー氏の未成年喫煙のすつめ。首、シクストーンズ森本慎太郎の実刑の思いは尊敬されてきたアイドルたちの闇が、ついに表面化し始めました。ジャニーズ事務所創業者であるジャニー北川氏、去年87の課題問題は、国連人権理事会のビジネスと人権。 作業部会から同社のタレント数百人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという深く有慮すべき疑惑が明らかになったと指摘され世間を騒がせています。 8月23日に発売された週刊文春は、ジャニーズ性加害問題当事者の会に加わった元ジャニーズ JR の大島幸広氏38の告発を報じており、中学校2年生の時にジャニー氏からの被害を受け、2000年に退場するまでの2年間に約200回もの被害に遭ったと証言しています。 さらに、大島氏は行為の後に、ジャニー氏から一回5万円の小遣いをもらい、交通費、名目の領収書を書かされたことも明らかになりました。驚くべきことに、ジャニー氏は中学生だった大島氏に、みんな吸ってるよ、と、タバコを勧め、帰りがけのコンビニでタバコを買ってくれたことなども告発されました。この告発記事は、加害行為に関するものではありますが、 注目すべきは未成年喫煙についても触れられている点です。ジャニーズ事務所のタレントたちの中には愛煙家が多く、その中には未成年者も含まれています。例えば、元スマップへの木村拓也、50、はヘビースモーカーとして知られており、ドラマ、ヒーロー、富士テレビ系、の中でも喫煙シーンがありました。 さらに、娘のココーミー22とコーキー20が2020年6月にインスタグラムの生配信を行った際、喫煙について問われ、お父さんに直してほしいところ、を問われると、タバコと答えていました。 松本三39も喫煙者として知られており、ネットフリックスオリジナルドキュメンタリーシリーズ、アラシースダイアリー・ボイジ、の中で電子タバコのアイコスを吸っているシーンが映っています。同じく嵐のメンバーである桜井翔、41もアイコス愛用者として報じられています。しかし、未成年喫煙に関しては、さらなる問題も浮上しています。例えば、元平位、セ ジャンプメンバーで現在のシクストーンズへの森本慎太郎さん26の兄である森本龍太郎さん28は中学生の時のものと見られる喫煙写真が流出し、無期限活動停止処分を受けて活動を休止しました。 ジャニーズ事務所はファンからの反応を気にしており、タレントたちに対してタバコを吸わないように注意する立場にありますが、ジャニー氏が未成年にタバコを勧めていた過去の事例から、タレントたちに喫煙習慣が広まった可能性も考えられます。ジャニーズ事務所は、これらの問題にどのように対処し、ファンとの信頼関係を守るのか、今後の動向が注目されます。 ジャニーズ事務所に所属するアイドルたちの闇が次第に明るみに出ています。ジャニー北川氏の課題問題から未成年喫煙にまつわる問題まで、これらの出来事はジャニーズ事務所とそのタレントたちにとって大きな課題となっています。ファンたちはこれらの問題にどのように向き合うのか、今後の展開に注目しています。今回の記事をお読みいただき、ありがとうございます。 ジャニーズ事務所に所属するアイドルたちの問題について正直で包み隠さずお伝えしました。ジャニーズファンの方々や一般の方々にとってこの問題が解決に向かうことを願っています。今後も最新の情報をお伝えし関心を持っていただける記事を提供していきます。